はい、ここはですね、珍スポットで有名な加賀市中央公園のおとぎの国なんですよ。で、この奥に赤鬼、青鬼が立ってます。そしてこの後ろに変わった建物があるんですけど、この建物ね、鍵がかかってるんですよ。で、中がどうなってるか見てみます。正面からじゃ入れないんで、この横の覗き穴から中を覗き込んでいます。開かない。ここは開かないからね。ほら、ここに覗き穴がある。ちょっと高いんだよね。手を伸ばしてこんな感じ。まあ、ちょっと登ったらいけるけどね。この中がどうなってるか登ってみてみます。中こうなってます。何もない。アイスボックスが、アイスのゴミが捨てられてるぐらいか。だね。謎の空間。はい。ということで、中は何もないですね。でもちょっと気になるよね、なんかこの建物の中が。中はこうなってました。